いやトランプさんの中国締め付けが止まりません。このほどアメリカは8月からファーウェイら4つの中国のハイテク企業の製品でセキュリティの脅威とみなした製品を使用する企業からの連邦調達を禁止すると発表。しかしその禁止リストの日本企業に与える影響はなんと800社以上。 NTT、ソフトバンクなどの企業は急いで禁止された5社の機器を交換する事態となりました。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。いやー、800社以上ですか。中国企業たった5社でこれほどの数、どれだけ中国依存しているのかよくわかるよね。おそらく日本政府のシステムにも使用されているのは間違いないでしょう。今回対象となる中国企業はファーウェイ、ZTE、カメラメーカーのハイクビジョン。で、これなんて読むのかな？ダーウア？ダーウアテクノロジー？ラジオメーカーのハイテラコミュニケーションズの製品、またはサービスを使用する企業との契約の締結。そして、更新も禁止されるんです。アメリカはこれらの企業を経由して、機密情報が北京に漏洩するリスクを上げています。この規制は8月13日からスタート。その後、連邦政府の契約に入札する企業は禁止された製品を使用しないことを証明する必要が出てきたんです。影響を受ける日本の企業には直接契約を結んでいる米国の子会社とアジアの国々に駐留している米軍、これらを扱う日本ベースの企業も含まれることになるんです。日本企業から米国政府の調達額は2019年会計年度で約15億ドル。今回禁止された5社の機器を使用している NTT は米国の規則が施行される前に全ての製品を置き換えなければならなくなりました。もう随分前から騒がれてたんだけどね。ちなみに NTT は今後それらを使用するつもりはないということです。なんだけど、NTT の代表は子会社の NTT データの一部がアメリカ政府のシステムと連携しており、契約に問題がないことを確認したいと語っているんです。で、いやー、これってさ、日本の政府システムも本当に大丈夫なんでしょうか。日本のシステムとは言ってもこれら5社を使用していたらアメリカとのビジネスはできなくなるでしょう。またソフトバンクグループは第4世代のワイヤレスネットワークの一部からファーウェイ及び ZTE の通信機器を切り替えています。しかしソフトバンクは ZTE の 5G 対応スマートフォンについて今のところ変更予定はないと回答。いやー、これってソフトバンクだけじゃないんですよ。ファーウェイのスマホ販売している日本企業たくさんあるよね。まさか中国製のスマホを使ってる政治家なんていないよね。え、いや、でもさ、神奈川の川崎市、今年4月に中国製のアプリ TikTok で市政情報の発信やるって言ってたよね。これもやばいよ。今回アメリカが問題のある製品の使用をどのように定義するかは不明です。またアメリカ政府がルールをより厳密に解釈した場合、企業が必要以上に規制を受ける可能性も出てくるんです。このあたりは今後中国がどう動いてくるかでも変わってくることでしょう。このような状況下でもなぜ日本の政治家からは中国製品排除の声が聞こえてこないのでしょうか。いやー、やっぱりさ、これって日本企業を連れて訪中しているあの大物議員の影響かな。いや、ほんと日本共産党が可愛く見えてくるよ。ああ、親中派議員の力は強い。必ず次の選挙では落としましょう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。